はい、どうも、ともやです。今日実は京都に旅行に来てて、それでちょっと Vlog 撮ってみたいなと思います。では行ってみよう。はい、どうも、サックスのともやです。今回の動画はサックスとは全く関係なくて、京都に旅行に行った様子を Vlog にしてみましたので、よかったら最後まで見ていってください。で、今回 GoTo トラベルを利用しまして、普段では泊まれないちょっと高級な旅館を予約することができたので、ちょっと気分を変えていこうと思って洗車をしてから京都に向かいました。京都の祇園なんですけども、今日の予定としては祇園の街をブラブラしたり、近くのお寺を回ったり、ランチにフレンチを予約しましたので、美味しいランチを楽しみにしてます。で、今回泊まったのは祇園のこの畑中さんというところです。身分証、はい、免許証でいいですか。はい、これは何のための身分証ですか。あのね、GoTo 参加されてる方にちゃんとちょっと確認します。あ、そうなんですね、はい、大丈夫です。はい、はい、検温をしたりだとか、消毒をしてくださいと、ちゃんとコロナ対策もバッチリでした。はい、大丈夫です。はい、それで畑中さんのちょうど隣に大谷祖廟さんというところがありまして、ここはあの、僕はあんま歴史は詳しくないんですけど、親鸞さんのお墓があるところで、とても綺麗なところで、こういう金ピカな門があったりだとか、とてもいいところでした。で、その後祇園の街を少し歩こうと思って、行った日が日曜日だったんですけど、あまり人通りがなくてちょっと閑散としてるというか、まあ、ちょっと寂しいなっていう印象はありましたけど、まあ、これもこれで僕は好きかなって感じです。で、12時になりましたので、お待ちかね、ランチに向かいます。あ、いらっしゃって。本日予約は、はい、予約しました。はい、お名前紹介してお待ちしました、どうぞ。はい、はい、とってもあの感じのいい、ホールスタッフの方で、ここもちゃんとね、アルコールをやってくれと言われましたので、ちゃんと僕はアルコールをして、席に着きました。祇園の、アベスさんというところに行きました。で、この後もちょっとね、祇園の街を少し歩きたいので、ノンアルコールビールで我慢。創作料理の要素もありつつも、伝統的なフレンチを守ってるような、そんな料理で、味付けもとても美味しくて、もう最高でした。デザートはちょっと写真撮り忘れちゃいました。で、そのまま少し祇園の街を歩いてから旅館に帰ってきて、今このエントランスでちょっと待ってます。とっても綺麗なところ、静かなところで、これあの、ビール過ごせるなって期待が高まってます。お部屋に着いたらお抹茶と、お菓子が出てきました。で、そのまますぐにお風呂です。長風呂してのんびりして、とってもいい時間でした。で、そのまま日が暮れるまで、お部屋でのんびり過ごしていました。夕食は、伝統的な日本料理のコースを食べました。もう味付け一つ一つが丁寧でとても美味しかったです。召し上がろう、召し上がろう。次の日の朝も日本料理、こういう湯豆腐が出たり、フグの一夜干し、卵焼き、茶碗蒸し、もずくで、エビに漬物に、じゃこに、味噌汁に、ご飯に、もう最高、和食最高。はい、で、2日目の予定は泡餅屋さんに行くのと、10分モンブランっていうのを食べに行きました。で、この今から泡餅屋に行くんですけど、北野天満宮の近くにあって、とっても僕大好きなとこなので、皆さんよかったら近くに行った時は行ってみてください。
はい、いただきます。これ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 、うまで、これが10分モンブラン。並ばずいけるっぽい。この日は平日だったんですけど、もう満席でした。で、何が10分かっていうと、今乗せたのがメレンゲを焼いたものなんですけど、これにモンブランのクリームが乗って、このモンブランのクリームの水分を吸って、こう食感がサクサクの食感がなくなるまでに10分だよっていう意味で10分モンブランと言われるらしいです。はい、このドヤ顔をいただきました。おお、お酒をお食事お作りさせていただいて、お食事後にモンブランなんですけど、あちら奥の工房でお作りしておりまして、はい、この後は伏見区に移動して五香宮神社というところに来ました。お水が有名なところで、超軟水の水を、飲んで、でその後は月桂館、日本酒ですね、日本酒の資料館に行きました。湯川院というのは京都産の酒造法的米ですね。左の3つがうち米、食用米です。で、この次に、伏見桃山城なるものに行ったんですけど、ここが一番時間が無駄で、ただの、内部は公開していません。ただの廃墟に行っただけという、とても無駄な時間を過ごしてしまいました。地元の少年たちが遊んでたり、駐車場代200円払って帰ってきました。はい、こんなところで、1泊2日の京都の旅行は終わりで、こう Vlog 撮ってみてちょっと思ったんですけど、正直難しい。何から何まで撮っちゃったりとかして、すごい無駄なデータファイルができちゃって、難しいなと、勉強になるなっていうような印象ですね。まあでも面白かったし、編集もすごい楽しかったので、また撮りたいなと思います。で、地元に帰ってきて最後は、焼肉で締めました。焼肉終始で、ありがとうございますって感じで、とても楽しい旅行でした。この3階でランチです。はい、こういうちょっと無駄なね、ちょっと茶番もやってみたりとかしたんですけど、まあちょっと使えなかったかなとかいう感じです。こういう無駄なデータファイルがいっぱいあって、改めて Vlog を撮る難しさが分かりました。これ11時45分ぐらいかな、開店前に行っちゃったんですね。帰ります。一回帰ります。